そうこうするうちに釣り鐘は私たちの町の上までやってきてしまったのでした。高倉先輩が言うには、釣り鐘はもしかしたら魔法について何か調べようとしているのかもしれないって。だから目玉や竹とんぼの前で魔法を使わないように、しばらく部活は自主トレ中心にするって高倉先輩が決めました。私たち後輩のことを心配してくれているんです。でももしかしたら高倉先輩一人で立ち向かおうとしているのかも。先輩、私早く先輩の手助けができるように頑張ります。本日放課後、文化祭準備総会を開きます。クラブ活動をしている生徒は全員行動に集合してください。ただし、人の部室に居候してる部員が5人程度のクラブは来なくてよろしくってよ。わい、お、わい、お、10分経ったよ。お、うん、でもあと5分、いい、はい、お、わい、あ、お、先輩、アブラツボ先輩は？ああ、部室だよ。重要な作業をしてもらっているんだ。一人で？ああ。そうですか。ちょっと見てきていいかな、さえ。え、あ、いいよ。じゃあ、ちょっと行ってくるね。うん。ちょっと話が…あ、自主トレ頑張ってるね。はい。いや、じゃなくて、その、実はね、釣り鐘をやっつけるって言ったのは口から出まかせだったんだ。許してくれ。ひどい、信じてたのに。すまない。私本当は先輩のこと好きだったのに。先輩、なんていうか、一人でその危ないこととか絶対しないでくださいね。私必ず先輩の力になれるように頑張りますから。まだまだ全然ダメだけど、一生懸命練習しますから、もう少し待ってください。沢野口くん、沢野口くん、もういいんだ。実は魔法で釣り鐘をやっつけると言ったのは、そのあれは口から出まかせだったんだ。ごめん。だから先輩、私たちを危険な目に遭わせないように、そんな嘘をついて、やっぱり一人で行くつもりなんですね。アイアンジョン、もし私が先輩にとってただの足手まといでしかないんだったら、はっきり言ってください。いや、そんなことはないよ。沢野口くんは何事にも一生懸命頑張るし、そんな沢野口くんのことを僕はすザノウチ君、はい、引き上げた方が良さそうだよ。静かに。はい。な、何？これでよしっと。はあ、ん？高倉先輩が言ってた重要な作業って？ちょっとね。何かお手伝いしましょうか？いや、大丈夫。今終わったから。なんだ、残念。文化祭準備総会って、校舎の方誰もいなくなっちゃうんですね。
本当にうち以外は全員参加してるんだ。先輩行かなくていいんですか？クラブ掛け持ちしてるのに。誰もいないんだったらいいことをしよっか。え、いったたたた、お尻しびれちゃったよ。先輩、まずいっすよ、そんなことしちゃ。だって誰もいないんだよ。そうだけど、でもしていい場所といけない場所があるんじゃ。いけない場所だからドキドキもするんじゃない。え、でも嫌ならいいけど。あ、待ってください、嫌じゃないです。じゃあ、いいんだね。はい、行くよ。あー、ザ・デイ・アバ・メヒナム・エト・カフェ・ナン。あ、サイ。Nanaka、Aburatsubo 先輩とお似合いって感じしたよ。え、あんたって昔からいつもそう。もっと人のことちゃんと見たらどうよ。何のこと？Aburatsubo 先輩はね、高倉先輩が好きなんじゃない？え、そんなこともまだ分かってないの？でも、そうなんだって。高倉先輩はそんな気ないんだけどね。なら、いいじゃない。あ、ごめん。あ、ナナカ。うん、いい色合い。もうちょい赤を足した方がいいかな。ただいま。おかえり。遅いからさ、私が何か作っとこうかなって思ったんだけど。あ、ごめん。何作ってるの？シチュー、トマトの。なんで豆板醤入れてるの？と、何それ？あ、いい、あと私やる。はい。私ね、サイがクラブで遅くなるなんて中学の時なかったじゃない？だから結構嬉しい。うん、これもナナカちゃんのおかげかな。私、ナナカの気持ちよくわからない。ずっと幼稚園から一緒だったのに、いつも元気な顔しか見てなかったんだ。どうしたらいいのかな、ジェフ君。すまん、急に。頼みたいことがあって。あと写真できたから。ご両親は？ん？留守。なんか物が少なくてすっきりしてますね。仮のお部屋だから直ってないの、壊されちゃったとこ。大変っすね。ん？頼みたいことって？釣り鐘の企みを探ってほしいんだ。その、魔法でできるんだろう？なんで私がそんなこと。頼む！私、釣り鐘とか関わるの嫌だな。俺はどうしても奴の本性を暴いてやりたいんだ。なんか強引。頼む！危険な目には合わせないから。君のことは必ず俺が守ってみせる。相手の気持ちを知る魔法っての前に教わったけど、使えるかな。相手の気持ちを知る魔法か。それでナナカの心がわかるのかな。タケオ君の本当の気持ちがわかるんだろうか。魔法使わなくても直に言ってんだろ。その気はないって。嘘つき。なことより置き換え魔法の実験を始めるぞ。グリモワールから移してた魔法陣だね。そう、これをあれと置き換える。
釣り鐘を消しちゃう魔法とかないの？あの大きさだし、消すってのは無理だ。しかし、この魔法を改良すれば、宇宙の彼方の小石と釣り鐘を置き換えることはできるかもしれない。僕たちも頑張らないといけない。沢野口くんのように。なんで沢野口くんが出てくるのさ。邪念を払わないと失敗するよ。バカってる。さあ始めよう。了解。ああ邪念が。うまくいくかどうかわかんないけど、初めて使うし、相手人間じゃないみたいだし。ああ写真撮っときましょうか。誰だ。ノータムフィーダムリーデンモフ。な？この星を開発する障害。この星って地球のことですかね。魔法と呼ばれる力について分析できないと決定することを提案、反対、再提案、反対、再提案、反対、リスクを検討、判定、魔法は分析できないものと決定する。議論してるのか。魔法を使うとき出るとても規則的な波長の、なんとかを感知するロボットが完成したから、探しに出すことを提案する。先生。可決。なんだこれは。発信。魔法を使う個体を見つけたら消すことを提案、反対、再提案、反対、再提案、反対、リスク検討、保留、保留を拒否。魔法の反応を一個発見。あれか。クルシュ・カスケス・イゴーマス・カスケス・トゥインドゥル。魔法の反応が2個増えた。個体を消すのは法律に違反する。サンプルとして捕獲を提案。ノータム・フィーダム・リーデンモーフ。ノータム・フィーダム・リーデンモーフ。さらに2個。永久に凍結することを提案。永久凍結。個体を永久凍結することを検討。検討中、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 検討中。ダメ、みんな魔法使っちゃう。イザティアバメヒナエドカフェナン。やめた。やった。失敗だ。魔法で心を覗くなんてずるいよね、ジェフ君。たまには何とか言ってよ。あれ、何この絵、いつの間に。さえ、電話、ななかちゃん。はい。そうだったよね。また遊びに来てよ。うん、あ、じゃあ代わるね。ありがとう。あ、さえ、今さ、私らしくないことしようとしちゃった。らしくないことって。恋のおまじない。でもやめた。私、自分の気持ちちゃんと言おうと思う。アブラツボ先輩の答えは分かってるけど、でも私の気持ち
言葉でちゃんと伝えた方がいいと思って。だからナナカ、それってすごいことだと私思う。そうだよね、ナナカってすごい。自分の気持ちに正直でいるってすっごく難しいけど、私なんか万能おかず何にしようかとかだってすぐ考え込んじゃって。じゃなくて、その、あ、そうだ、明日ナナカにお弁当作ってってあげるから、それ食べて元気出して出そうよって。あれ、あの、何言ってんだかまた分かんなくなっちゃったけど、私はナナカの味方、絶対応援するからね。ありがとう。頑張ってね。うん、放課後だよね。うん、あ、私がアブラツボ先輩呼んできてあげようか。それだけはやめて。そう、大丈夫。あの口、あの口、私にできることあったら何でも言ってね。私何でも。どうしよう、私ドキドキしてきちゃった。さえ、じゃ、うん、あの、私大丈夫だから、しっかりしてね。うん、ケオくんの描く魔法陣、いつも三角があってかわいい。三角は僕の力を一番引き出してくれる形だから。ふん、うんって、この間の講義で言ったじゃないか。聞いてなかったのか。タケオくんに見とれていたかも。だからね、魔法陣っていうのは個人個人違っていて、一番合ってる形っていうの。あ、アブラツボ先輩、その、ちょっといいですか、そのお話が。あ、あ、ちょっと教室に忘れ物。あ、取ってくる。そう、よきゃ。自分の好きな人をしっかりと自分の中で分かって、それを伝える。私なんてまだまだ子供なのかな。どうしたの。あ、私、アブラツボ先輩誰のことが好きか、私もちろん分かっているんです。でも、私、先輩のこと好きです。好きになっちゃった。僕も中富くんのことは好きだよ。だって中富くんの気持ちは僕と同じなんだ。だからよくわかる。好きな人が自分を振り向いてくれない、それは分かっていて気持ちを抑えられないんだもの。ずるかったかな、こんな言い方。辛いね。たくしょうがないっすよね。本当にね。ありがとう。大丈夫かな、ナナカ。大丈夫だよね。ナナカは一人で頑張れるから。私はナナカに助けてもらってばっかりだけど、私もナナカの力になりたいのにな。無理なのかな、ジェフ君。
胸はどうでもいいのかな。胸、うん、どういうこと。人違いよ。あなたの狙っている私はここ、ここよ。この状況は怖いぞ、はっきり言って。しかし沢野口くんを離せ。マジックワンドはない。お力ずくで行くしかない。先輩、いやー、ジェイク、妄想してる場合じゃない。チュイッて、ティーッて、ダウン、あら、いける、かた。先輩、逃げるんだ。はい、あらららら、重い。諦めるな。はい、ダッシュ。何か騒がしいね。Thank you.
気を出すだけで夢の続き現実になる道しるべはあなただけ背伸びをして追いかけてゆくわ。Oh, yeah.